トコムスケア TV です。さあ第3部は原油について、はい、いつもの表から、ね、そうですね、見ていきましょうか。米国の、はい、石油情報ですね、はい、8週連続になりましたということで、ここのちょっと赤いところで囲ってある青いところですね、はい、889万バレルでものすごく多いですね、はい、ロイターでは1000万バレルって書いてあったんですが、私の計算では880万、はい、在庫が増えた。そうですね。ただし、はい、右側のガソリンとか、うん、その隣の流出油ですね、まあ灯油ですけれども、はい、これは減ってますので、それによって、はい、まあこの原油が増えたってこと、毎週そうなんで、うん、少し飽きてきたかなということで、はい、原油価格は高くなってますね、はい、本当はこの原油だけを見たら安くなるはずなんですけどね、はい。次のグラフは、まあ、14本ですか、石油のあれが増えましたってことで、まあ、大したことではないですけども、増えたり減ったりしてます。あとから申し上げますけど、大変儲かってるんですね。原油生産量11700になりまして、はい、1170万バレルでございまして、はい、急激に 増加してます。これも後から申し上げますけど、いずれ枯れてくるよという話があります。はい。これは石油の原油と製品の輸入量は増えたり減ったりなんで表を出しましたんですけど、グラフに沿いますとギザギザになっちゃいます。次が稼働率は 90.1% でだいぶ戻ってきましたよということと、それだから投入量は増えましたよということですね。次が、ガソリン、要するにアメリカの消費量がどうなってるかっていうと、この州は増えましたよ。特にナフサですね。ナフサは増えましたよってことになっています。次は輸出量でございますが、輸出はまあ一旦バックでございまして、この週は減りましたということで、まあ全体が減ってるわけじゃないんですが、週別に言いますと増えたり減ったりしています。どうもございます。はい、さあそれではオイルマーケットリポート。そうですね。IEA を取り上げます、はい。国際エネルギー機関ですね。いつも EIA ばっかりなんで、はい、今日は IEA を取り上げますけれども、これになりますと11月号のオイルマーケットレポートなんです。最新のやつなんですけれども、まあ、若干なんていうか IEA ってのは石油会社のが背景にありますから、うん、どちらかというと強気の情報をいつも出す機関なんですけれども、はい、ちょっと有利なように ね、 そうですね、自分たちにね、どっちかとバイアスは買ってるなんですけど、今回のあれはなんていうか発展途上国の景気が低迷していて、需要はそんなに伸びなくて、生産が伸びてると逆にですね、イランやベネズエラは減ったんで、まあこれまでの原油価格の値上がりはイランの減産が11月から増えるよということで、はい、減るよということで言われてきたんですけども、それに対してサウジアラビア、ロシア、米国が過去形では増産してまして、はい、たくさん作ってますと。後から申し上げますけども、サウジアラビアが減産しようかと言って、ロシアはそれ嫌だよと言ってると思うんですね、はい、OPEC も20万バレル結局全体では増加してまして、前年同月比でも24万バレル結局増加してるわけですね、はい、減産って言ってきたのは終わっちゃったってことですね、世界の石油在庫は、少し増加したってことですね。10月も増加するだろうと言ってまして、価格は逆、なんていうか、先高に順座屋になってますと。逆座屋から順座屋になってきてますと。それから在庫も来年は増えるでしょうということなんで、少し弱気のレポートが11月号出ましたよ、はい、ということですね。にもかかわらず、ね、もっと先の話、20年とか30年、はい、2020年、30年の話をしますと、はい、25年まではアメリカの生産量は増えていって増加分の4分の3を占めるということですから、非常に大きな石油の生産は増えていくんですけれども、頭打ちになりますよという予測を長期予測では出しました、はい、シェールオイルは2030年代半ばで頭打ちになると予測をしています。シェールが頭打ちってことはまた少し様相変わってきますね。この辺から2030年以降ですから、はい、私はもういないかもしれない大丈夫だと思います。あの世から見てますけども、はい米国の生産量減少に転じるということでございまして、はい、150万バレルに落ち込むという、はい、150万バレル落ち込むということですね、ということになってまして、まあ、この辺にはそういうことが書いてありますと、はい、OPEC の主導権が強くなりますと、存在感が再びますと書いてあります。その原因としましてはアメリカの投資不足で、これからもし、なんていうかな、血眼の中に
あるかどうかわからないんですけども、金をかければあるかもしれないということで、うん、10兆ドルですね。ものすごい金額ですから、うん、これはなかなかちょっとやそっとでは出せない金額でございまして、はい、今儲かってるとは言っても、こんなにたくさんの金は、投資できるだけの見込みがあればいいですけど、中にあればいいんですけども、ちょっとコストがかかりすぎ、そうですね。それがまあ原因で減少してくるということですね。はい。決して、資源がなくなるかどうかはわからないんです、中にありますから。またすごい技術がバッとこう、革新されて、それはわかりませんね。また同じようなことはありますね。ことが来るかもしれませんよね。というか、アルゼンチンとか、イギリスとかですね、これまで掘ってないところが掘り出すかもしれません。はい、中国もモンゴルみたいな、非常に人の行かないところがあります。今の技術でも掘れる場所がまだあるかもしれない。まだあります。それは確認されているところで、うん、イギリスなんてロンドンの地下ですから無理かもしれませんけど、まあ、とにかく、その他の原因ニュース、はい、先ほどもアメリカのシェール生産企業は非常に金が儲かっていると書いてありまして、32社の業績を分析、ロイターが分析しましたところ、キャッシュフローは9億4000万ドルに縮小、つまり49億ドルも赤字だったやつが、はい、もうそれが9億ドルまでへっこんでるぐらい儲かった、40何億ドル儲かってるわけですね。うんうん、ですから非常に現在の生産は、まあ、70ドルとか60ドル前後で、どっかにコストが書いてありましたけど、43ドルですね。はい、バッケン地区は43ドル。テキサスの、テキサス州だと36ドルと。はい。ですね。いうことが書いてありまして、まあ。採算ライン上、ね。採算ライン。非常に低いんで、60ドル、はい、70ドルだったらもう儲けだよと。もうなってます。ということですね。次の話は、これは合弁がこれから、どんどん大きくなってるわけですね。はい、前は、なんていうか、新規の開発投資で、小さい会社がやってたんですけど、だんだん儲かってきたんで、うん、儲かってる同士が合併し始めてますんで、そうなりますと余分に、まあ、資金を借り入れもできるようになりますし、うん、まあ、だんだん強くなってくるよということですね。はい。最後の話題です。はい。これは先ほど言いましたけども、はい、OPEC では、サウジアラビアは減産しよう。最近サウジアラビアちょっと、皇太子がですね、CI がね、そうですね、盗聴してたんですね。はい、そう、皇太子の電話を盗聴していて、はいはい、それを発表しちゃったんですね。はい、で、殺した、よかったって、成功したなっていうことを言っちゃったんですね。はいはい、それを聞いてたんで。黒幕だっていうのがはっきり分かったわけですよね。それはまあ、サウジアラビアは当然否定してますけれども、はい、なかなか黒い霧がかかってきて、サウジの、はい、なんていうか力がちょっと落ちてますね。ってこともありますが。失脚なんてこともあるんですかね。わかんないですね。さっきこの間も言ったかもしれませんが、はい、2人の皇太子が呼び戻されてますからね、うんうん、あるかもしれませんね、うん、ロシアの減産は嫌だよと言ってます、はい、やっぱ金が欲しいんですねということで、どちらかというと増産をしてますので増産も過去最大なんですね。1141万バレル、うん、10月に一番下に書いてありますけども、はい、これは過去最大でございまして、アメリカは1170ですから、はい、サウジは1150万バレルぐらいですかね。ですから、まあ、この3つが巨大な生産国なんですけれども、まあ、みんなで一緒にやっていこうよっていうのはロシアの主張でございます。ということで、今週の、はい、予定でございますが、今週注目は、まあ、ちょっと字が小さくても申し訳ないんですけども、これ以上大きくできないんですよね。はい。ということで、欧州中央銀行が木曜日にありまして、はい、これが ECB ですね。はい、これが、あとは休暇が、もうアメリカが木曜日ありまして、はい、感謝祭。それから、23日が、日本の日本はね、勤労感謝の日なので。感謝祭っていうのはサンクスギブンなんですけど、はい、これからずっとクリスマスまで休む人がいるんですね。はい、ファンドマネージャーはだいたい11月から全部休みます。はい、日本じゃないですよね。日本じゃアメリカの。海外の話です。だからファンドは11月決算が多いんですけども、はい、11月まで閉じちゃうんですね。はい、いろんな、まあ、もちろん、公認に、会社に出てくる人もいるんですけども、うん、プロの一番主力の人たち、大金持ちのファンドマネージャー、みんな、こんな時期からもう休んじゃうんですか？ 11 月21ヶ月休むんですよ。あ、そうなんですか。年末まで休みまして、はい、まあ、休暇に入るってことなんで、だから、まあ、ちょっと動きが鈍くなるってことが、ファンドについてありますね。今週の前半までってことですか？これでおしまいですね。はい、アメリカは。アメリカってファンド業界ですね。はい。アメリカはもちろんやってますけど。
そういうことでございまして、以上で、はい、今日の解説を終わります。はい、ありがとうございました。さあ、来週なんですけれども、来週はまたゲストが登場します。来週のゲスト、サンワード貿易の陳長貴さんをお招きして解説をしていただきますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さようなら。